さあ行くよ。俺についてこい。世の中の女すべて子猫ちゃん。こんにちは。おやさん。それ203号室ですかね。あります。はい、203号室。あ、違う。はい。はい、間違いだった。男は3度間違えてもいい時期がある。男は3回間違える人生を。1度目は生まれた時、2度目は初めて経験をした時、3度目は社会に出た時だ。皆様おはようございます。石田康弘でございます。アナウンスが止まったな、やっぱ俺の前だと。公共のアナウンスも止めてしまう男だ。お待たせしました。野川までよろしく。はい、いいですよ。人生は焦っちゃダメです。余裕を持って動かないと。うちの店も作った時もそうでした。あ、そうですか。やっぱ焼肉屋を作った時もそうでしたね。あ、そうです。結構焦って店舗出しちゃったんで、失敗しちゃったんですよ。やっぱいろんなことに逃げますよね。やっぱこういう運転もそうですけどね。やっぱ焦ると一発よね。やっぱホストやってた時はね、やっぱそういう商売の仕方もしてしまったんですけど。やっぱり焦りはダメですね。東京でなさったんですか？あ、一応新宿で。ほんまですよね。ポーランドっていうお店でね。2丁目あたりですか？はい。2丁目あたり。歌舞伎町ですか？歌舞伎町の方ですか？もだいぶ変わってね、最近ね。そうですね。眠らない街ですもんね。今眠ってますね。今眠ってますね。眠らない街は終わりましたね。時代の流れっていうかね。その時々の時代になりますね。しょうがないですね。お父さんはどうなんですか？お父さんは。私ですか？どんぐりころころどんぐりこか。生麦生米生卵。隣の客はよくかき食う客だ。青巻き髪、黄巻き髪、赤髪髪。カエルペコペコもペコペコ合わせてペコ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 。神アニメ神アニメカニアニメカニアニメカニアニメ。このちょっとドラマ出るんで、ちょっとごめんなさいね、お父さん練習で。あ、そうなんですか。 NHK の方に。あ、NHK ですか。ガクトと一緒にちょっと出るんですよ。こ左でいいです。でそこでここでいいです。1130円ですね。カードでお願いします。安いもんだ。はい、こちら先お願いします。はい。あ痛い。今日も出勤の時間だ。今日も稼ぐか。3時間で500万稼ぐ男だ。じゃあみんなポーランきつきちいな。酔っ払っちゃいそう。これをまず解凍するで、解凍。これを皮を剥くと。唐揚げ粉今混ぜ込むとね、これただつけるだけでいいんでね、あの風に。普通のお店だったらこれ冷凍だからね。あーやだやだ。とりあえず一回出しとくね。一度ね。次唐揚げ。ちょっとね、油少なめで揚げてんでね。もう一回出すわ。もう一回出します。一回出して、次またポテトね、ポテト。順番こっちで。こういう風にね。完成です。ローランドが作った唐揚げボックス。そうでしょう。こちら2000円かな。ちょっとね、洗い物もしないとまずいんでね。どうしよう。洗い物もしますよ。ちょっと伝説のホストが。さあ食べよう。いただきまーす。唐揚げ食べてみましょう。うん、サクサク、ジューシー。ポテトも食べてみます。ポテトもうん、ホクホク、ちゃんと火通ってるわ。はい、うまいでしょ。これは売り物でしょ。だって熱い、ホクホク。どうした君が開会式ということで、夢ならばどれほど、そうだ嬉しいんだ、お前のこと好きだけど、俺Rolandだからよろしく。夢見るおかまじゃいられない立ち止まる、もういい、君をそう聞かせてくれたね。おつじょりです。